1> 1回納品行ったじゃないですか19時15分で,で家帰ってご飯食べて普通に寝ようと思ったんですけど寝れなかったんですよ不安すぎて <laughs> 不安すぎていやこれちょっと今から やっぱ作業場行くかってことで、で、夜22時ですよね。はい、こんにちは、ゆうびです。今回ですね、人生で最もきつかった農作業の一日は、過去一人農業っていう内容でして、今、あなたの中で農業は夏場忙しいイメージあるけど、実際どれぐらい忙しいんだろうだったりとか、あと、一人で農業するときどれぐらいできるんだろうって、なんか疑問に思ったりしませんかねあの、自分もね、やっぱ思ったんですが、やっぱ一人で実際どれだけできるんだろうっていうね、そういうなんかちょっと不安なところはあったんですね。畑広げてみたものの、 草刈りとかね忙しすぎてで農作業も間に合わなくて収穫量が多くなって1人で回せないみたいな,なんかできなかったらどうしようっていうやっぱそういうちょっとした恐怖感もやっぱあったんですよねでできないとどうなるかって想像してみるとやっぱ畑は草だらけにしちゃってで周りにねやっぱ迷惑かけてで地域からね白い目で見られるとあいつは全然できんなーみたいな感じになって。 で、せせっかく実らせたスモモ、まあ、僕スモモ農家なんでスモモもね結局収穫間に合わなくて畑一面にねボタ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 落ちちゃって今までね一生懸命剪定から、ね、受粉から消毒からいろんなことやってきたのにダメだったーってねあのそういったことになるんじゃないかなってやっぱ思うんですよね。ですがやっぱねこの前もってこれぐらいの農作業だったらね自分一人でできるなっていうことをこう、分かってれば。 ね、あのこれぐらいの農作業までが限界だっていうところを知っておくことでそういった失敗をすることなく、まあ、適度な面積でこうなんだろう最大限パフォーマンスを発揮できると思ってるんですよねじゃあその限界ってどうやってすればいいのかっていうと僕の経験談をお伝えしますあの僕過去にですね、まあ、一人農業をずっとやっててで畑もどんどん広げてきましたただもうこれが限界 っっていう年があったんですよそういうあのターニングポイントがありましてあのその時どんなだったかっていうとあ後でねあのちょっと農作業の話しますけれども作業あのお伝えしますけど夜中選果作業しててあの泣いてました。<laughs> もう追い込まれてましたねもう自然とうわどうしようどうしようどうしよう誰もいないよみたいなねそんなノリでやっててこの時の内容はねしっかり農作業日誌に書いてありますんでこれをあなたと共有していきたいと思いますでその今回の内容を聞いていただくことで一人で農業をするにあたって どこまでできるのかが分かるようになり、で、失敗することなくね、生き生きとした農業ライフそういったのを送れるかなと思っております。たくさん稼ぎたいけど、だけど、面積、畑ね、広げるの、どこまでできるかなって、躊躇しているあなただったりとか、本当にきつい時は乗り越えられるかどうか不安だなって思うあなたにとって、なんか参考になれば幸いです。話の流れとしては、前半で僕がもう限界だって感じた、これ、えっと、2014年の農繁期。 1> の一日をちょっと紹介します。いくつか紹介します。これ一緒に達しなんでいきましょう。で後半。これを身をもって経験した僕だからこそ、得られた教訓。はい、これをちょっとお伝えしたいなと思います。まあ、最初のね、あの前半のその一日。 いくつかの紹介する中でのまあ一日だけ聞くだけでもねあこんだけ一人で農作業しててまあ、これぐらいが限界なんだなだったりとか農業ってこれぐらい忙しくなるんだなってこう分かるかと思いますんでイメージつきやすくなるかなと思いますんで参考になると思いますちなみに僕は農業にプラスになりそうなこと発信してますんで今後聞き逃しのないようにチャンネル登録またはフォローのボタンを是非とも押しておいてくださいそれでは早速本題なんですけれども人生で最もきつかった農作業の一日は過去一人 見事まずこの2014年の、えー、農業日誌あのここにあるんですけれどもこれですね、えー、農飯期6月から、まあ、7月あたりをちょっと僕付箋でも、えー、あらかじめやってあるんでこれ紹介していきますがこのたしなむ前にこの時の畑の概要っていうのをちょっと紹介します説明させてもらいますね、えー、この時はですね僕独立してから4年目でした農業を始めた時に、えー えー、収納2年目のままでは法人にいました農業生産法人にいてそこから独立して4年目だから農業経験としては6年目になりますねで面積は、えー、2ヘクタールちょっとやってました、えー、栽培品目内訳を言いますとスモモが、えー、150ある1.5兆ですね1.5ヘクタールでその内訳の中で生炎そこから収穫できるものって の畑の面積っていうのは7畳でした。だからちょ,ちょうどまあ半分ぐらい。半分ぐらいは千円で、半分ぐらいは、えー、未千円。苗を植え付けたりとか、そういった形でやってました。で、えー、あとドウですね。3 5る三単五千あと柿三単これは両方とも千円ですね。 で、やってましたね。2ヘクタールちょっと、2丁分ちょっとやってました。で、労働者はもちろん僕一人です。あの、この前年ですね、2013年の時には、えー、まあ、当時の嫁、当時の嫁って言うとあれですね、あの、別れちゃってる感のごとくなんですけど、えっと、嫁と初めて一緒に二人で農業した年だったんですよ。で、二人でやるとね、もうガンガン生きイケだったんで、あの、2013年、すんごいノリノリでした。 その翌年このね2014年の年は、えー、と里帰り出産ということであの嫁はですね実家に戻りまして、ね、畑作業はもう僕一人っていう感じになったんですねでこの時農作業はもちろんですけれども、まあ、取引先への営業だったりとかあと事務作業あと出荷作業とかすべて僕一人でやりました本当に僕一人でやりましたはい じゃあ早速なんですが農業記録農業ミッちょっとっ紹介していきますね今これ公開するのがえっと6月の5日かな6日なんでえちょうど似たような時期ですね2014年のえっと6月15日、まあ、この辺をちょっとまず紹介したいなと思いますこの時はどういうことをやってたかっていうとまず 曇り天気の中ですね、えー、ぶどうのかさかきをまず朝7時から、えー、12時まで、お昼までやってました。7時から12時までかさかきをやって、でこの時、えっと26たす、1000たす、2000足す、えー、774で、えー、3800枚かけてました。どうですか ?5 時間で、えー、3800枚、1時間あたり、えー、760枚。 っってててていう感じでバーってかけてましてで、えー、お昼ご飯を12時から1時食べた後に1時から14時で,、えーっとですね、出荷がこの時、えー、農協さんからは離れてたんですけれども古戦を農協さんでお願いしてたんですねなのでここでちょっと古戦について考えるということであの相談しに行っていました。そして時時から16時で すももの美味しわせっていう品種を収穫し始めましたここに書いてあるのが、えー、畑へ行ってみたら真っ赤な実もちらほら6月12日くらいが伊沢で大石出荷だと思った、まあ、JA 出荷ですよねなので、まあ、急遽収穫し始めたっていうそういった内容なんですよねで、えー、作業場ベースに ベースに行ったり来たりしてトータル13かご収穫しましたと、まあ、この時が一番最初の大石スの収穫の時ってことでで16時夕方4時まで収穫したらその後十16時から19時半夜7時半まで出荷作業を行ってましたまあ初出荷ということでこの時は朝7時から夜7時半までこう作業したっていう内容ですねまあ大体拘束時間でいうと12時間半 っっってていいう感じででややましした。まあ、やっぱ忙しいですよね。ずっとこうやって朝早くから、えー、まあ結構夕方ご飯時までずっと休みなくやってましたただですねそれを上回るのが翌日の6月16日でして、えー、こんな感じですねこれ紹介していきます6月16日曇り、まあ、梅雨時期ですもんね でえー、朝5時15分から10時で、えー、とスモモの消毒してます、えー、5時15分から5時45分でまず準備しますこの時散布したのがねアンビルフロアブルっていうのと1000倍希釈とあとスカウトフロアブル2000倍っていうのとあと転着剤でマイリーノを使ってやって感じで500リッター作りましたって書いてありますねで5時45分から6時55分、えー、何分間ですか20分間、えー、公民館っていう畑を250リッター えー、この時同粉ですね、えー、動力噴向き SS 持ってなかったんで同粉を粉で散布してましたで7時20分から7時40分、うん、大体あれですね何、えー、だろう出勤時間だったりとか学生さんが動き始める時間ですかね鳴、えー、島っていうところのソルダムのみあ大石も収穫してるんでかからないようにってことですねソルダムのみを、えー、50リッター散布 で7時45分から8時15分30分間で、えー、両サイドっていうところを100リッター散布してで8時30分から8時40分滝やっていうところを40リッターはい散布しましたあで8時40分から8時50分で、えー、100リッター追加しての、えー、8時50分から9時15分、えー、ベース上のソルダムだけ130リッター散布してで9時15分から10時で片付けと。 はいまあ、5時間近くまずすももの消毒を行いましたあの消毒ってどんな感じでやるかっていうとあのレインコート上下着てで、えー、防状用のマスクあのガスマスクみたいなやつですよねそれつけてで、えー、ゴム手袋してで長靴を履いて散布するわけですよねで、まあ、6月 6とか多分まあ梅雨時期で結構ムシムシしてる状態なんですよだからその中でもうレインコートがっつり着ててマスクね息苦しいようなマスクするんでもう汗だくなんですよね SS とかだったらね乗っててスパーってやればいいんですけれどももう同分だからもうホース引っ張ってでこうやって手でね歩きながらこう散歩して回るっていうなかなか全部使い切らないし。 うんこの時ね頑張ってましたねで汗だくになって、まあ、水分飲みながらなんとか5時間かけて酢桃の消毒し終わった後に、えー、今度は10時から11時半1時間半かけて大石早生を収穫してます、えー、11かご取ってますねでご飯だってことで、えー、ご飯を一旦食べてでまた午後1時半から16時半 でまた同じ畑で大石和瀬スモモの大石和瀬を収穫、今度30カゴ、まあ、3倍近く収穫して、で、えー、午後17時から18時でまた大石和瀬を収穫、同じ畑ですね、6カゴ。多分この時、あの軽トラもういっぱいいっぱいになっちゃって、で、一旦ベースに戻っておいて、で、また空になった状態で畑行ったっていう感じですね、まだね、ねたくさん取れるから、まだ取れるからってことで、どんどん取っていったと。で え18時は18時まで大石バスを収穫した後に多分ねここの時にね19時から20時30分で事務作業って書いてあるんですよこの19時の事務作業に入る前におそらく僕夕飯食べてますね作業場で多分ローソンの 当時ちょっとはまってたペペロンチーノを食べたんじゃないかなでそこで、えー、食べ終わった後に事務作業を行うわけですが事務作業って何してたかっていうと取引先への、まあ、伝票を作ったりとかあとなんだ、えー、メールのやり取りだったりとかそういったことをこ,うこなしていって、まあ、プリントしたりねあの印刷物をプリントしたりとかしてで多分20時30分と。で20時30分から、えー、23時30分。 夜,夜中の11時半ですねまで、えっと、3時間かけて出荷作業を行いました、えー、日中取ったすももを、えー、出荷作業したとおそらくですけどこの時収穫したものをこの3時間で出荷作業全部終わらないんじゃないかなって思いますね多分翌日に持ち越してますで23時30分であの限界が来たんでしょうねあの夜作業場に泊まるっていう <laughs> あの仕事場に泊まってます ここまで聞いて、まあ、作業場って言っても家の近くでしょっ思われるかもしれないんですが僕ですね、えー、住んでるところが作業場から、えー、25分とか30分は行かないけどそれぐらい離れたところにあるんですよ。なんで寝て起きてよし仕事場行こうで、えー、30分近くかけて畑に来てそれで作業してで仕事終わったらまた30分 ぐらいいいかけてて家に帰るるっていうそういうそスタイルでやってるんでやんすよねもうずっとこういう農業スタイルで来てやってますなので、まあ、家帰るのもこれはしんどいなってことで作業場に泊まったっていう感じですねこれが6月16日の流れですはい、えー、5時15分から始め、えー、夜中の11時30分何時間ですかうんと18時間ぐらいですか18時間ぐらい、えー、高速で やってました、ね、忙しい時はこれぐらいは結構ザラになってたなって思いますねでですよ、えー、翌日の6月17日ねあの収穫したスモモを全部鮮化しきれなくてで翌朝ねやってます出荷作業してます、えー、朝5時半から9時半まで4時間かけて、えー、出荷作業してますねスモモの出荷作業してて平込んで ね、M7 枚 S20 枚みたいなのが書いてありますねそして、えー、9時半から14時でまたパック詰めを始めますねあじゃあ結構やってますねこの時5時半から時まで午後2時までずっと出荷作業をしてでまたお昼,お昼から夕方にかけて大石和製を収穫14時半から17時で大石和製収穫してでまた えー、17時15分から19時15分でパック詰め出荷作業してます。そして夜19時15分で出荷行ってからの。出荷に取引先へ納品してからの22時から24時で、また出荷作業をやってますね。あのパック詰め、どんどん続くって書いてあ書いてありますね。で、一番最後に作業場に宿泊ともう本当はあの？ お昼やのごめんなさい、えっと、夜中の12時回るか回らないかとか結構ザラでやっててでしかもなお,なおかつ1か月間、ね、休みなしでこうやってるわけですよもうやっぱ結構来ますよね大変だなと思ってでこの6月17日作業場にまた宿泊してるんで家に帰ってないわけですよねで家帰らずにそのまた6月18日、えー、翌日は 4時15分朝4時15分から9時、えー、出荷作業してますねはいまた出荷作業してでまた9時から10時15分でまた出荷作業してとか、はい、あのちょうどおいしいせね,ね、えー、6月6日これ公開してる時にはうちも今年収穫してるかどうかちょっとわからないですけれども多分多分収穫始まるかなとは思ってますんでなんか心の準備がこれでできたなって思います はい他の日もちょっと紹介したくてですねこれ神様よくうまく作ったなって思ったのがあの1年の中で夏至っていう日があるじゃないですか1年の中で一番日が長い一日その夏至っていうのがまあ6月21日ですよねそこの時って本当に農作業も一番多分ね長くやって たんんじゃなないかなっててやるるよようにでできてるんですよね毎回夏至の近辺っていうのはもうほんと長時間労働でガーってやっててでこの2014年の時もどうだったかなってこう見たらあのまあ長時間労働だったんでちょっとここも紹介させてください、ね、こんな感じでやってましたね、えー、紹介します、えー、まず夏至、えー、曇り夜中から雨、えー、朝5時から6時で収穫、えー、これはお石和を 収穫してますね8カゴ収穫して、えー、6時半からまた別の畑へ行っておいしわせを収穫してます6時半から7時45分なんで1時間15分かけて、えー、おいしわせ今年初のおいしわせの収穫になったと、えー、24日後収穫しましたで8時から14時半で今度は出荷作業入りますベースで出荷作業してまたそうですね14時半から15時半でまた違うところの出荷作業して で16時から18時45分でまた今度はパック詰めの出荷作業をしてなので、えー、ちょっとまとめると5時から7時45分まで、えー、2時間ぐらいかけてごめんなさい3時間ぐらいかけて大石和製ス,スモモを収穫してでそこから8時から18時45分、まあ、大体10時間ぐらいですかねお昼休憩とか抜かすと。 10時間ぐらいかけて出荷作業をすると。で、これが終わったのが18時45分。で、19時に出荷作業、あごめんなさい、えっと、出荷、納品に行きます。取引先に納品行って、はい、納品し終わりました。19時に終わって、まあ、帰ってきて21時30分から22時30分で、1時間でちょっと事務作業をすると。で、22時30分、夜10時半から1時半。 まで今度出荷作業ままた始め,ますバラ詰めですら、ね、これをやってましたねで1時半で、えー、この時もしかしたら家に帰ったかもしれないですねもうほんと寝るだけみたいな1時半に終わってで30分ぐらいかけて家に帰って2時じゃないですかで「暑い」たで多分シャワー浴びてでお腹空すいたからちょっとご飯食べてで寝て。 で、翌日の6月22日なんですがこの時にもう時時から6時45分でで出出荷荷準備、出荷作業をしてたんですよね。だからもうほんと睡眠時間とか23時間3時間もないのかななんかそれぐらいの感じでやってましたねもうてんやわやでねスモモガツガツ,ガツガ収穫してて。 まあ終わらないよ終わらないよみたいなね感じだったんだろうなってこんなんがこの近辺続きますなのでもうここまで来るとどうですか20時間拘束とかになるのかな20時間近くもうずっとやってましたねあのいまだに覚えてますねあの深夜、えっと、NHK のラジオのラジオ深夜便 あれが何時時でしたたっっけ11時だったかななんかそのぐらいから始まるとね「あまたこの時間がやってきたで」ででアンカーの誰々ですっていう話から始まってのずっとそれ聞きながらやっていくんですけどもういくらいくらねこう一生懸命やっててもやっぱ夜ってだんだんこうモチベーション下がってくるんですよね疲れもありますしそれでなおさらこう作業スピード遅いのにまだまだ選化しなきゃいけない。 青がもう30ぐらい、ね、バーって目の前になって、ね、いつ終わるんだろうと思いながらとにかくとにかくこうやっていってでだんだん胃が痛くなっていって、ね、上の蛍光灯にはねなんか虫がぶつかり始めてでお腹すいただのあーもう眠たいしんどいって思いながらもでも目の前にはまだ25カゴ分まだ青いカゴが、ね、まだ未洗管のすももがたくさんあって。 やってやってやってって感じでもう本当いつ終わるんだろうっていうなんかそんな感じでしたねまあ追い込まれてましたねこの時はこれが6月21日下始の時ですねで最後にあともう一日だけちょっと紹介したくてですね多分この時が一番あれだったんじゃないかなかなりしんどかったと思いますねこの時は、えー、7月ですね2014年7月24日あ真夏日、えー、5時45分から6時でまず事務作業 てますこれ多分メールやり取りですよねやってチェックやってで6時半から6時45分でエンジェルと企業を収穫と、えー、エンジェルは最後の出荷分器用は産直用に、えー、収穫して、まあ、15分だけですねちょこっとだけ収穫したんですねで7時から8時半でソルダムを収穫しましたと1時間半もうとにかくね一通り手をつけたで8時45分から10時出荷作業始まります えー、いろんな方へ向けて産直を作ったりとかいろいろしてで10時に、えー、黒猫さんに出荷で10時半から16時半でまた出荷作業をすると作業場で,で,そうです、ね、16時半から18時半この2時間で資材屋さんにちょっと行ったりとかあと。 えー、知り合いからねちょっとワインをもらったりとか、うんまあ、これ仕事用で使うっていうことで、ね、あのもらったりとかしてで18時半から19時15分、えー、出荷作業してで19時15分に取引先に納品に行きましたその後え二、ー、22時から2時まで産直、えー、用の準備作業場でねあの箱を折ったりとかあと伝票を整理したりとかあのこの時本当にいまだに覚えてるんですけれども もう翌日もう産直の準備あの段ボール折ったりとかあと DM 入れたりとか伝票作ったりとかってもう翌日やればいいかなと思ってたんですけどあれだったんですよ一回納品行ったじゃないですか19時15分でで家帰ってご飯食べて普通に寝ようと思ったんですけど寝れなかったんですよ不安すぎて <laughs> 不安すぎていやこれちょっと今から やっぱ作業場行くかってことで,で夜22時ですよね行ってでそこからまずは伝票の整理していってもう1人で農作業とか1人で出荷作業とかをやってるんで事務なところ事務作業のところすんごい後でいいや後でいいやになっちゃっててで気づけばねもうありがたいことにたくさんいただいてるこの注文これを全然さばきさばけてなかったんですよねでそれを そうですねもうひたすらやってましたねあの黒猫の B2 使って、ね、カタ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 こうやりながらまだそうですね振り込み用紙はこの人いるのかなだったりとかこの人どういう支払い方法だったのかなとか全部間違いのないように全部チェックしていってで一件一件終わらせていってでその人たちの分の段、えー、ボールのね箱をしっかり折ったりウレタン準備したりとかもう翌日は もう収穫したらもうすぐあの詰めて発送できるようなそういう状態にしといた方がやっぱ心の安定は保たれるじゃないですか <laughs> うんこれやってなかったら多分ドキドキで本当寝れないと思いますねそれぐらいの感じでしたあの追い込まれてましたねこの時ははいあのー、どうでしたか一応農作業日誌こんな感じいくつか紹介させてもらいましたけれども これが僕の中で,もう,限界でしたもう一人でやるっていう限界でしたねこの時本当に休みなくやってたんでえー、っと多分えー、っと3ヶ月34ヶ月は多分あの本当と好表現なしで一日も休んでないですね休みなしででもひたすらひたすら売ってあ売ってじゃない収穫してはこういう事務作業をやったりとかしてでなおかつこの時僕 もうすでにマルシェ行ってましたんで週に1回は東京に行ってたんですよでそこで実際販売してとかやってたんであのまあ拘束もねまあ、結構寝不足な状態でやってたってちょっと危ないなって今思うとほんと睡眠だけをねあのしっかり取った方がいいと思いますまあ取るべきですよねはいこれが限界でしたはいここまで聞いてあなたは いやここまでやりたくないなってね思ったりとかいやこれぐらいはいけるんじゃないかなってね思うそういう判断材料になんかただその捉え方は人それぞれだと思うんですがあのここからちょっと後半の内容なんですけれどもこういうことを僕あの身をもって経験したからこそ得られた教訓っていうのをちょっとお伝えしたいなと思いま 思いますあの僭越僭越ながらというかあの僕の中でこれだけはちょっと伝えたいなと思ってでこれ何かっていうとあのよく言いますよねあの「1人でやるよりも2人でやった方がこう3人前になる」みたいな「あの2人でやったら2人前じゃなくて3人前になるよ」ってねそういう話とかで聞いたことあるかもしれないんですがあの「 まああの僕の中では3人前はちょっと言い過ぎかなって <laughs> 2.5人前ぐらいは行くかなって個人的に思ってますねでなんでまあ1人より2人でやった方がね早いのかっていうと、まあ、これ今のその表現だけで捉えると1人より2人でやった方が早く進むっていうのはまあ分かるじゃないですかもう1人いるわけだからでもそれって1人あたりで考えた時に、まあ、結局一緒ですよねちょっとややこしいですね 人人よりも2人でやっったた方がが人当たりの進み具合が早くなるっていうところをお伝えしたいんですよでこれ何でかって僕考えたらやっぱねあの人って人がそこにいるだけでやっぱ環境変わるんですよね何かだからまあ監視っていう意味合いもちょっともしかしたらあるかもしれないんですけれどもそこに人がいるっていうだけであ自分頑張んなきゃっていう感じになるんですよ。 人がいるから頑張っってて動こうってなりまますすしで話もできますよねそこに人がいるから話もできるしでなんか悩んだりとかどうしたらいいんだろうっていう時相談もできるじゃないですかでそこに安心が生まれるわけですよなのでそういったところでこうな心強いモチベーションっていうかあのマインドになってよし頑張るぞってことでこうどんどん進められると思うんですよねこれ一人でやってるとやっぱりやっぱ気めいってきますよね。 ね、確かにこう音楽聴きながらだったり、ね、ラジオ聴きながらやれば大丈夫だよという方もいらっしゃると思うんですが僕自身結構一人農業すごい大好きな方だったんでやってたんですけどこの前の年に、えー、嫁と一緒になった時のこのぐんぐん進む感覚っていうのを経験してからあもう一人じゃダメだなって本当素直に思ってでいざこう2014年であの一人ね一人いなくなってまた。 二人農業をやってたのがまた一人に戻ってでやってみたらこの進まないこと進まないことっていうこの落差に本当かなりやられたんですよねそこでかなりショックを起きたというかこんなにもできないんだっていうね感じになってでしかも続かないですしねなかなか一人でやるっていう風になったら やっぱ自分の中でできる適量面積っていうのは、まあ、絶対キープした方がいいなと思いますしもしたくさんやるっていうんであればそれは絶対1人じゃ成し遂げないことだと思いますの、ね、でこれねご聡めなねあなただったらもう重々承知だと思うんですけどね1人よりも全然誰かいた方がいいじゃんっていうねそういったのは分かると思うんですがただあえて言います。人人よりも2人の方がいいと 人がいた方がいいとはいこんな感じで農業にプラスになりそうなことを発信してます、えー、参考になりました YouTube ご覧のあなたはグッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますまたポッドキャスト音声をお聞きのあなたはフォローの方をぜひよろしくお願いしますそれではまた別のコンテンツでお会いしましょう終わりますすまたちょっと人件費とかその辺の話もちょっとしたいですね